シエロ、ヒート。あんまり走ると危ないぞ。だって、サウとセラが先行っちゃうんだ。ねえ、フレッド。葉っぱは何からできてるの？情報、いや、みんなの思いでできてるよ。情報？昔から人は考えてきた。世界は何でできているのか、俺たちは何者なのかってね。分子や原子が見つかり、もっと小さな素粒子が見つかり、それよりもっともっと元をたどって、人はそれを情報としか定義できなくなった。この森も君も元は同じ。全てはみんなの思いでできている。思いは受け継がれ、元来たところへ帰り、やがて。よくわかんないそうだな、俺も昔はよくわからなかった。でも今ならなんとなくわかる。俺たちがどこから来て、どこへ行くのかも。世界は死にかけていた。人が神を気取って生み出した科学は、我々がそうであるように従順な使用人などではなかったのだ。だが人間は映画とともに彼らが差し出す契約書にサインした。それが自らの死刑執行書だとも気づかずにだ。うまい酒をたらふく浴び、すっかり出来上がっちまった頭では無理かなぬことだったかもしれないが、そのツケを払わされる方はたまったもんじゃない。酒場で感情を水増しされるのとは訳が違うのだ。ギラギラと照りつける黒い太陽、果てなく続く廃墟と荒野、日の光に含まれる有害な情報のため、植物は枯れ、人々は生きることも死ぬこともままならない彫像と化した。生き残った人間のほとんどは地上の生活を失い、カルマ教会に選ばれたわずかな者だけが神の知恵を盗み立てられた殿堂で宴の余韻に酔いしれていた。地獄、そう、地獄だ。いたか？いえ。アルファ班はこの地区から南を探せ。残りは一緒に来い。了解。だが彼らはもっと凄惨な地獄を生き抜いてきたのだ。錆びた鉄と降り止まぬ雨に煙る街、ジャンクヤード。そこに住む人々はいくつかのトライブに分かれ、いつ果てるとも知れない抗争に明け暮れていた。すべてはニルバーナと呼ばれる楽園を目指すため。カルマ教会によって悪魔の力を与えられた彼らは、互いに食らい合わなければ生きていけない。想像を絶する戦いの中を生き延び、この世界に現れたのだ。全ての鍵を握るたった一人の少女を追って。じゃあガラクタだらけのここがニルバーナだっていうの？状況からしてそう考えるのは妥当だ。
たちは皆バラバラに飛ばされたんだ。私もここにたどり着くまでに会ったのはこの子たちだけだし、シエロやヒートもきっと無事よね。まずはセラを探すことだ。この世界とジャンクヤードの関係も、俺たちが本当は何者なのかも、全てセラが知っている。そのためには外の連中を何とかしなくちゃね。いきなり襲いかかってきたけど、あいつら何者なの？カルマ教会の兵隊に決まってんだろ。教会？なんだ、知らないのか。沖合のカルマシティは知ってんだろ。あそこから人間狩りに来てんのさ。狩りって餌だよ、餌。奴ら悪魔の力を手に入れたんだ。連れ去られた人間は餌にされる。あの黒い太陽や彫像もカルマ教会に関係しているのか。ほんと何も知らないんだな。関係ないわけねえだろ。最初に奇病を見つけたばあさんがボスなんだからな。何が人類の救世主だってんだ。行ってみる必要があるな、カルマシティとやらに。本気かい？殺されるって。仲間が捕まってるかもしれないの。俺らと同じってわけか。侵入経路を知っているか？知ってるってやつなら知ってるぜ。腰抜けのろくでなしだけどな。会わせてくれないか。代わりに仲間とやらの救出に力を貸そう。騙そうとしてるんじゃないだろうな。大人は当てにならないからな。お前たちは教会と戦っているのだろう。俺たちは同じ戦士として交渉している。子供と大人が関係あるのか？戦士だってよ。よし、戦士と戦士の約束だ。ロワルドのとこへ連れてってやるよ。握手だよ、握手。まさか握手も知らないなんて言うんじゃねえよな。サーフよ。彼が私たちのリーダー。私はアルジラ。こっちの鉄面皮がゲイル。覚えた。行こうぜ、サーフ。
Thank you.
Ah!
Thank you.
いつまでも好き勝手やってんじゃねえぞ。ねえぞ。あのガキどもだ、捕らえろ。先生、どうぞ。どうぞ。この子調子いいわね、シエロみたい。
なんだ。どいて、どうしてよ。おい、下がれ。フレッドたちがカヌマ教会をやっつけたんだ。そんなことがあるか。僕らしか知らない合図だから間違いないよ。開けてよ。どうせいつかは破られるんだ。開けろ。しないから俺たちが追い出してやったぜ。あのナリ、捕らえた奴の仲間ではありませんか。失礼だが、シエロ君のお仲間かな。シエロを知ってるの？私はローカパーラのロワルド。シエロ君は我々が保護している。歓迎しよう。